どうもショイ TV です。りょうへいです。そして八王子ネクスト IT のやがつらです。こんにちは。ボナールチャンネルのまさです。ボナーボナー。そしてベアンです。最近までプロ野球で野球してました。はい、なるほど。そうだったよね。本日はですね、ロングティー対決をしたいと思います。自分の得意分野で経歴は、まあ、高校が福島の聖光学院っていうところで、高校時代は5期連続で甲子園出て、ごたべん、すごい。僕自身が出たのが4回、ドカベンです。で一応高校通算は59本で出してもらいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ナイス。ロンティーやめる。もう負けを認めましょうか。負けじゃねえ、はい、エンディングでいきましょう。エンディングいきます、はい、あと5分ぐらい喋ってもらえます。今回は僕と園部さんとボナールの代表のマサと、いいもう3人でいいよ、遠慮するんだって。3人で今日はロングティーをしたいと思います。ルールですけど、12球用意しました、ボールをね、うん、12球中何球柵越えをするかで競っていきたいと思います。で飛距離は別に関係ないですね。飛距離関係ないですけど、でも飛距離がある方がやっぱりこう映えるんで。いやもうルールはちゃんと映える。本数映えポイントはないです。軟式はどうですか？軟式、まあちょこちょこ撮影で最近打つんですけど、やっぱまだ慣れてないとこあるんで、こうなんとかめちゃくちゃ飛ばすじゃないですか。そんなことないですよね。全然そんなことないです。今の前においおいで、なんとかこう勝てるように、全力で挑みたいと思います。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行きましょう。ゴー。守備につきます左中間江頭くん、レフト雄也くん、バッターはマサ。いいですか？じゃあお願いします。 YouTuber の洗礼浴びせます。行くぞー。よっしゃあ。何のよし。さあよし、2球目ね。2球目、はい、よっしゃあ。よっしゃあ。ツーベースですか、これワンベース？いや、試合だったらツーベースぐらいでしょ。はい、やばい、全然いかんな。あら、おお、高い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 、行ったか？行ったか、あー、そうそう、本気出してますよ。そうそう、はい、お願いします。ダーゲ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 、あ、行かねえな。どうだ？あー、2本目ね。はい、逆に難しいですよね。お、難しいですよね。シャワーマンコス、お、頼む、行ってくれー。わーおい、厳しいな。あー、いや、ちょっと、お、お、これ行ったんじゃない、さすがに。行った、まあまあ、1本。よっしゃよっしゃ。いや、もうそんなんで褒められたらしょうがない。喜んで喜んで喜んで、はい、えい、お、はい、お、行ったんじゃ、行けー。2本目、よし、あー、ゴー。あ、やべ、あ、やべ、あー、あー2本、いやー、目標は、目標言いましょうよ。目標7本。おい、ガチガチ。12分の7で半分以上ね。で、あの電気やってます。あーああ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 あ、ちょっと待って。やばい、行ったか。あ、微妙か、微妙な気がする。
はい。11球目よ。ゼフチョ。日本打っても。そうよ。やばい。どうせよ。ゼフチョ。僕4日に来たんですよ。終わった終わった終わったほらね。ちょっと完全に終わった。え、翔平さんから挑んだ勝負でしょ。もう俺これもう無理っす。負けました。うわおおお、やってるやってる。これ怪しいぞ。これはまあ1球目は僕の時のアホリやばくないうわやってるわ。これドッキリかな。これ守備側にドッキリ。これあっ、うわー、なりすぎた。ゴーン。うわー、2本目入りました。マジか。入りました。今の入ったんだ。マジか。次5本目ですか。おっと、ちょっと焦ってきたんだ。おっと、ちょっと外に見えないんじゃん。反応も過ぎて投げても緊張しますよね。めちゃくちゃ緊張します。これ結構やばいかも。8球目ですよ、次。はい。おーっと、あーやばい。おーっと、あれ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 なんか予想外だよ。あーいった。これはいった。あーいった。これはいった。これはいったね。やられた。うわぁ、2球入れます。うわぁ、いったー。うわぁ、いったー。いった。うわぁ、入ってない、入ってないんだよ。いやいや、気に当たった、気に。あれ最後、バックスクリーン行きます。おぉ、センター。危ない、危ないよ。あ、大丈夫ですよ。うわぁ、いった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 。うわぁ、やばぁ、素晴らしい。結果は4本。4本わ、背番号に合わせてね。4本狙い撃ちしました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、結果はまあ、ベイヤンの勝ちということで、はいはいはい、僕ら負けましたね。やっぱり、やっぱり。いや、なんかその、同じように負けたみたいな。やっぱり俺ら負けた。一応僕2位みたいな感じなんですけど。1位、2位、3位ですか。嘘。なんか俺が、この喋り俺が1位みたいな。というわけで本日コラボしてくれました、ベイアンとボナールチャンネルの URL 概要欄貼っておきますので、はい、チェックの方よろしくお願いします。そして、ベイアンから何か、プレゼント企画ということで、はい、ちょっとさせていただきたいなと。うん、誰にくれるんですか。誰じゃなくて、じゃなくて、ああ、じゃなくて、翔平TV とボナールチャンネルの、登録者の方、僕にコメントいただければ、その中から抽選で、サイン入り手袋を2名限定でプレゼントしたいと思うので、じゃあ、僕らのチャンネルから、まあ、ベイアンの、はい、YouTube チャンネルに行ってもらって、コメントで、ボナールチャンネルから来ましたとか、そうです、翔平TV から来ました、はい、手袋欲しいですみたいなコメントをすれば、はい、抽選で2名に、プレゼントしたいなと。マジっすか。はい、思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。
プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Oh,